か。いいですこのままで。お支払い方法をお選びください。 IC カードをタッチまたは差し込んでください。さっきセブンイレブンで買ってきたものの商品のご紹介をしようと思います。これがフルーツティーです。いろんなフルーツの香りがしました。ちょっと半分ぐらい飲んでしまいました。鶏胸肉のサラダ、お値段は429円でした。でご飯がしらすご飯です。これは300円でした。あとスープはカツオと昆布だしの効いたお豆腐のスープです。これは324円です。あとはデザートに白玉とわらび餅のおぜんざいを買いました。280円でした。いただきます。これがお豆腐のスープです。サラダはこんなのです。玉ねぎのドレッシングがついてました。しらすのご飯です。これがデザートに買ったわらび餅です。いただきます。ごちそうさまでした。こんにちは、ミカです。今日はセブンイレブンでお昼ご飯を買ったので日本語で紹介したいと思います。まずこちらはツナと大根おろしの和風パスタ大葉入り、電子レンジで温めて食べるものです。500ワットで3分で出来上がりです。こちらは鶏胸肉のサラダ、タンパク質が摂れると書いてあるのでよく買います。ドレッシングが中に入っているので買う必要がありません。あとはおやつにチョコラスクとメープルカステラを買いました。いただきます。上に乗ってる白いのは大根おろしです。これがツナで、味付けは多分醤油味だと思います。こちらがチキンのサラダ。私は卵があまり好きじゃないのでゆで卵はちょっと外させてもらいました。飲み物は温かいほうじ茶を用意しました。いただきます。